食の未来が危うい。現在、世界人口は今年の11月で80億人になろうとしております。また、近いうち、この人口増は100億人になると想定されておりますが、もしも地球上に人口が100億人になると、世界の 15% の人々は、飢餓になるのでなかろうかと。人口増をカバーする食料が供給できるのか、また地球上の環境問題、紛争問題が食料事情を危うくしております。今日は食の未来についてお話ししてみたいと思います。私どもは日本におりますと、毎食朝昼晩、食事がちゃんと食べられますが、これは大変ありがたいことです。地球の二酸化炭素が増大、温暖化から来る異常気象が続いております。さらに2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻が世界の食の未来を危うくしているんです。人間だけじゃなく生態系も非常に崩れており、毎年4万種の動植物が減少していると言われます。地球上にこの生態系の非常に危うい状態が今現れていると。我々はこの食の未来について、現在毎日食事ができますが、そうでない地球上の人々もいるし、また未来は非常に危ういということを今日はちょっと考えてみたいと思います。日本人は特に東南アジア、白米、これが主食でございますね。欧米のパン食と違って、白米が主力でございます。温暖化は稲作への影響を非常に問題を与えているんです。二酸化炭素がこのまま増えると今世紀末全国の収穫量は2000年頃に比較して約 80% も低下と国の研究機関の農耕機構は言っております。ですので 80% も収穫量が減って、果たして日本人の食を満たしてくれるのか。我々はやはり食という問題と国のその二酸化炭素の問題を別々に考えているかも分かりませんけれども、結果として我々の食にツケが回ってくるんです。日本人のタンパク源、納豆、豆腐というのは欠かせませんね。この大豆タンパクは非常に重要ですが、日本人の食事に欠かせないこの大豆タンパクの大半は輸入に頼っております。米国では2050年、今から約28年後ですね、収穫量は最大で9割減になるんじゃないか。これイリノイ大学、いやこれはもうそうなるとですね、日本の納豆豆腐は成り立たないですよね。でもそういうことが現在でももうすでに予測されているということを考えると、何をしなければいけないのかということを考える必要ありますね。それから日本人の朝食あるいは夕食、欠かせないのが焼き鮭ですね。この日本における日本人が食べている漁獲量の8割は北海道なんです。ところが北海道の鮭漁は異変が起きているんです。昨年2021年の水揚げは海洋熱波による赤潮の影響で前年の半分以下になっているんです。50% 減というのは大変なことですよね。海洋熱波が生態系に影響を与えているんです。それから、養殖をする方というのはパン。パンというのは小麦ですよね。ロシアのウクライナ侵攻で小麦の産出国のウクライナとかロシアからの輸出が途絶えてですね、特にその中近東アフリカ諸国っていうのはこのウクライナからの輸入で穀物パンを作ってたわけですね。ところがウクライナからの輸出がストップ、戦争のためもう食べるものがなくなって大変な現象が今起きてるわけですね。それから米国も小麦の一大産地ですが、この小麦の生産地の大きいところは、カンザス州なんですが、
21世紀半ばに収穫量は 最大 30% 減予測するんではないかというような予測も出ております。これ大変ですよね。人口が増えるのに食の供給が減るということですから、これはね、価格が上がるか問題が起きるか暴動が起きるかということになっちゃうわけですよね。それから我々に食後に欠かせないコーヒー、世界の、まあ、アラビカ種の栽培適地がですね、2050年頃には半減ぐらいになるだろうと、まあ、気候変動によってですね。これはね、そういう意味で、いろいろな意味でおいて食の未来が危うい。我々はもう少し日常を食べられるからいいというのではなく、未来がどうなるか、それに対して何をしなきゃいけないか考える時期が来ていると思います。